昨日行われた平和記念式典。佐藤栄作総理以降、歴代総理が出席し、被爆者救済や核兵器廃絶へ向けた発言が注目されてきた場でもありました。内閣総理大臣。そして昨日、総理として3度目の出席となった岸田総理。突破口を作ろうという努力をされていることは評価したいと。核廃絶に向かって背を向けていると思います。だから×。具体的にいろいろなことを工夫していただいて実行していただいているというふうに思っています。言葉はあるけども行動が伴っていない。ライフワーク、核なき世界について3年間の評価を被爆地広島で聞きました。何か岸田総理がやってるなっていう印象って何ですか？ないです。でもだって今日話した感じだと、なんかやってそうじゃなかった？自分たちで日本でグループ作ってやっていきましょうねみたいなこと今日話したよ。それは思います。意思は伝わりました。本当にやってるか分かんない。ライフワークという岸田総理による核なき世界への取り組み、あまり伝わっていないようです。歴代の総理の方よりは、やっぱ戦争、核廃絶に関しては力を入れてらっしゃるなっていう印象は受けました。正直、何か変わったかっていうと、ちょっとどうかなっていう思いは。 What was your impression of Kishida president? Well, I thought he was really well spoken and really he did a wonderful job and very polite. A new career. What kind of, no, I didn't know that.Yeah, he's for the abolition of nuclear weapons, yes. What kind of doing is Kishida, do you know? I don't know. 黙祷。総理としては3回目の出席となった原爆の日。ライフワークとも語る核廃絶には特別な思いがあります。今年の挨拶ではどのような形で核兵器のない世界への道筋に触れるのか。8月6日の平和記念式典に初めて総理が出席したのは被爆26年後。国会で非核三原則を表明した佐藤栄作総理でした。平和公園では総理の出席を反対する人が取り押さえられる一幕も。総理が毎年出席するようになったのは30年前、1994年の村山富市総理からです。原子爆弾の投下により、幾多の尊い生命が一瞬にして失われ、この広島の地は廃墟と化しました。2001年から6年連続で出席した小泉純一郎総理が手に持っていたのは、金色の折り鶴でした。後に政権交代することになる2009年の麻生太郎総理は、原爆承認定集団訴訟の原告全員を救済する決断を下しました。印象に残る総理の決断の場ともなった式典。核兵器のない世界と恒久平和。岸田総理にも期待がかかっています。3年前の就任以降、核廃絶についてはさまざまな試みを打ち出してきました。おととしの NPT 核拡散防止条約の再検討会議には日本の総理として初めて出席。 We will work on the Hiroshima Action Plan。核兵器の減少傾向維持や使わないことの重要性を共有するなど5つの柱をまとめた取り組みを発表。世界の若者を被爆地に招待する基金も創設しました。さらに核保有国と非保有国の有識者が立場を超えて話し合う国際賢人会議を開催。そして去年はG7 サミットを広島で開催。アメリカやフランスなど核保有国の首脳が被爆地に集いました。
こうした取り組みには評価する声もあります。できることを探して、仕掛けておられるんだろうなという、これだけをやればいいという、まあ、ある意味その単純なプロセスではなくてですね、本当に複雑な、まあ、ジグソーパズルみたいな、いろいろなことを同時多発的といいますか、同時進行的にぜひご努力いただきたいなという。黙祷。そして昨日の式典、非核三原則を堅持して核兵器のない世界の実現に向けて努力を着実に積み重ねていくことは、唯一の戦争被爆国である我が国の使命です。冷戦以来続く核兵器の減少傾向が逆転の瀬戸際とし、改めて核なき世界への決意を示しました。しかし、被爆者らが求めてきた核兵器禁止条約については、決断はおろか、言及もありませんでした。それでは、ただいまより被爆者代表から要望を聞く会を開催いたします。来年3月開かれる核兵器禁止条約3回目の締約会議に参加していただきたいのです。核兵器の所有や使用などを禁じる核兵器禁止条約、90を超える国と地域が署名しましたが、核保有国や日本は加わっていません。会議には核の傘の下に入るドイツやオランダなどもオブザーバーとして参加し、条約に加わることができなくてもそれぞれの理由や立場を表明している国もあります。それほど前に進んでないと、岸田総理のその答弁というのは、その非常にきれい事のように感じまして、私はあまり評価できない。バイデン様々でやりされて、ことは我々から言ったらまあ不満だらけですよ。全然進んでない。日本は被爆国ですから、アメリカに遠慮することもない、ちゃっとやりさない。条約に核保有国が参加していないことなどを理由に出席しない姿勢に対しては、与野党からさまざまな声が。突破口を作ろうという努力をされていることは評価したいと。しかし一方で、その非保有国との橋渡しとオブザーバー参加ということも、その道に連なるものだと。残念ですが評価はできないと。立憲民主党としてはやはりオブザーバー参加は必ずやっていくと。全く成果がなかったと思います。で、去年の広島サミットで残念だったのは、核抑止論が出ていたということですよね。核廃絶に向かって背を向けていると思います。だから×。核抑止論に行ったら岸田首相はあんたダメでしょうと思います。去年のサミットの共同文書にあった、核兵器は防衛目的のために役割を果たし、侵略を抑止するとする内容についての批判の声もありました。2017年にノーベル平和賞を受賞した ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーン、国際運営員の川崎明さんは、外交による具体的な前進を求めています。言葉はあるけども行動が伴っていない、中身が伴っていないというふうにも言えるというふうに思うんですよね。で、本当に核のない世界を目指すというんであれば、なぜ核兵器禁止条約の会議への参加すらできないのかと。軍縮の演説はあるけども軍縮の外交がないという、そんなようなとこなんじゃないでしょうかね。長崎で16年市長を務めた田上富久さんも次の一歩を求めました。オブザーバー参加するというような、少しもう一歩踏み出した VP について今後はぜひ期待をしたい。式典後の会見で、広島のメディアから戦争被爆国としてのリーダーシップを問われた岸田総理。 CTBT 包括的核実験禁止条約や FMCT兵器用核分裂性物質生産禁止条約の会合を主導していくことによる
具体的な取り組みを進めていく考えを強調しました。核実験を禁止する、あるいは核兵器用の物質そのものを禁止する、そうした具体的な取り組みを具体的に進めることによって核兵器のない世界をに目指していく、結果として核兵器禁止条約も目指す核兵器のない世界に核兵器国をできるだけ近づけていき、そして大きな目標を達成していく。残り1ヶ月余りとなった総裁の任期、岸田総理のライフワークは今後も進んでいくのでしょうか。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。